こんにちは、ケーブライトの野田です。山本です。サツキ賞の、まあ、状況を見ていきたいと思いますが、はい、まずはじゃあ内枠から順番にいきたいと思います。ワンワンのオンリーいかがでしょう。そうですね、まあ、ちょっとね、輸送率したらね、多分テンション上がっちゃうような馬なんですけどね、まあ、2週連続ね、ハロにびっしりやってきましたしね、僕、サツキ賞のこういう G1 に向けてね、こういうふうに加減なくなったら攻めてきたのがいいなと思いますよね、うん。まあ、びっしり攻めてきた割には本も出れなかったですし、僕はこれいいなと見てます、うん。同じくいいと思います。はい、そうですね。イスラボニータ、いやーね、まあ8の紙面上でもまあね、8点最低8つけることになりますけれども、まあ素晴らしいというかね、もう前進しなってるというかね、重心も上がってこないですし、いやーもうちょっとフォームの完成度がね、あとね、もう馬体がね、前より明らかに良くなってるんですよね。これはもう絶好調だと思いますけど、山本さんどうでしょうか。前回の共通社員ですか、うん、ウッキーの時、まあ、同じくね、ウッドチップコース右回りで、ね、行われたんですけども、うん、その時は手前から行ったのが、ゴール直線だったからなんですよね、うん、右から左に、うん。でまあ、先週の映像を見たら、まあ、直線半ばだったんですけども、まあ、今回ちょっと直線向けね、スッと変えたんで、まあ、今回ね、実戦で右回り初めてになるんですけども、うん、調教の段階からこんなに進化してるんだったら、まあ、僕ちょっと右回り不安だったんですけども、まあ、実戦でも大丈夫かなっていう、まあ、印象を受けました。そうですね、あと何触れていきましょうか。アデイ・イン・ザ・ライフ、お願いします。これなんかまあ、今ね、日本ハムのすごい時計かかるんですけども、うん、まあ、最後までストライドが見てましたし、まあ、ここに入ってもまあスケールじゃちょっと見劣れない印象ですよね。僕はいいと思います。そうですね、大型馬ですけど、以前よりなんかちょっと体がね、ゆるさが抜けた感じがあるんで、まあ、一応ちょっと注目し自分もしています、はい。あとはどの辺、そう、当選スターダム行きましょうか。当選スターダムはまあ自分の個人的な見解です。ちょっと頭が高くてフォームが上ずってる、ちょっと若干ね、こう力がは、ね、全部きれいに伝わってないような感じがして、自分はまだ完成登場に移りますけども、山本さんどう思いますか。まあ、僕も同じですね。だからもう少し首をね、ぐっと沈み込んで、まあ、重心をね、安定させたらなと思うんですけどね。まあ、僕ちょっと結構注目してたんですけど、まだちょっとまだフォームは進化途上かなと思いますよね。同意見です。ベルカニオンいかがでしょうか。ベルカニオンもそうですね、まあ、ちょっと今回テンション上げないようにね、結構軽めウッドチップコースで単走だったんですけども、ちょっとなんか馬体の迫力落ちたかなと思って、極端なこと言っちゃうとしぼんじゃったかなって感じだったんで、今回なんか同感だね。俺もなんかちょっと成長が見られない馬体に、なんかね、迫力がなんか今一つないなって感じが、走りはいいんですけどね、ちょっと気になります。ロサギガンティアですけど、これもいいですね。もうね、毛づやビカビカですしね、本当に走りが安定してるというか、まあ、前回もすごく良かったですけど、もうさらに良くなってるというかね、これもね、大きな馬なんですけどね、全く重さ感じられないですね。あ、そうですね、あと何触れましょうか。キングドクターさんどうですか。なんか、まあ、ちょっと今回ハンローだったんですけど、ちょっと頭の高さが気になりましたね。まあ、ちょっとなんか線も細かったですし、ちょっとなんか成長度でどうかなっていう、僕は印象を受けました。あとはじゃあ2歳王者アジアエクスプレスですけど、前回よりもまあね、アジアエクスプレスね、まあ朝日からお見せしたのに好きなんで、ちょっと注目してはいたんですけど、前回よりも、まあ膝の位置が高いというか、まあ重さが抜けた、確実に抜けたなっていうね、毛づやもね全然良くなってますし、まあ前回より動けるでしょう。まあこれは個人的に自分も注目しています。山本さんどうでしょう。アジアですか、うん、まあきちっと前も書いてましたしね、うんうん、実戦でそれが反映されればいいんじゃないですかね。じゃあ最後に、トゥザワールドどうですかね。これもそうですね、現時点で一番フォームの完成度が高いのはこの馬かなと思います、うん。お兄ちゃんのね、トゥザグローリーっていうのは少し頭高かったんですけどね、うん、まあそういうこっちは、弟のこっちはね、すごいね、首をしなやかに使って重心グッと沈み込みますしね、うん、まあちょっと調教からだったらこれが一番いいかなとは僕は思いますけど。そうですね、抜け出す時早かったですしね、うん、うん、やっぱ機動力、やっぱ動きたい時動けるっていう本質があの状況に出てるんじゃないかなっていうね、本当スッと出ますからね、うん、あっという間に、まあこれも絶好調っていう感じでね、注目したいと思います。まあ調教からは以上です。